皆さんこんにちは。今回は前回パート42までに制作した低圧水冷の改良と検証等々について紹介します。パート42までにカスタム水冷のパーツを使いながら水の沸点を 30°C 以下まで低圧に維持できる低圧水冷を組み立て動作確認してきました。その時の組み立ては初回だったこともあり、試し試しな実験的なものでした。壊れるか不安だったラジエーターは80ミリサイズを使っていたり、特に考えなしに使ったリザーブタンクが小さかったためかポンプでエアカミを起こしました。今回はラジエーターやリザーブタンクを大きくする改良と、ついでにポンプも強化、ついでのついでに流量計も導入した配管を構築しました。以前の動作確認ではボールバルブの開きを半分にし、流量を抑えたことで水枕内で沸騰が生じました。配管内が低圧に維持できたことで水の沸点が低下し、 CPU 温度 60°C ほどで水が沸騰するという低圧水冷らしい特徴的な動作でしたが、この動作には気になる点がありました。この沸騰が CPU 冷却における熱交換に有効なのか、それとも阻害しているのか分かりませんでした。普通は水冷のことを考えると気泡なんて邪魔者でしかありません。気体は大して熱を受け取るでもなく、むしろ断熱材みたいに働くので熱交換を阻害するからです。そんな気体を生じさせる沸騰を果たして水冷システム内で起こす意味はあるのか。いや、沸騰は気泡が発生、成長する過程で層変化が活発になってその時に熱を持っていくから、気泡はいらないだろうけど、沸騰自体は冷却的に有効かもしれない。どっちなんでしょう？ということで今回は検証として配管内の圧力を調整し、沸騰が生じる条件と生じない条件、これらを比較して冷却における沸騰の有効性を確認しました。前述の通り配管内は水の沸点を低下させるために低圧にしています。この圧力は最低マイナス97kPa くらいから 0kPa。0kPa というか普通の、普段の圧力、大気圧ですね。その範囲で調整可能です。水の沸点で言うと 30°C くらいから 100°C くらいまで変更できます。今回は低圧水冷で設定する圧力をマイナス 97kPa くらいと、沸点 48°C くらいのマイナス 90kPa、マイナス 50kPa と大気圧 0kPa、計4条件で動作確認して沸騰の有効性を検証しました。改良と検証の他に、試してみたかったことも一つやっています。以前制作した自作 CPU クーラーでは有効だった、洗剤水を導入してみました。洗剤水は自作 CPU クーラーの際に、沸騰の気泡を細かくできたり連続的に発生できたり、結果的な CPU 温度も低下、冷却性能を向上させることができました。その洗剤水がこの低圧水冷ではどう機能するのか気になりました。そんな改良、検証、あとお試しを行った今回、早速ですが結果の概要からお話しします。まず改良として行った配管部品の変更ですが、すべて故障、破損なく低圧を維持、水の循環ができました。240ミリサイズに大型化したラジエーターが特に不安で、慎重に真空引き、減圧を行いましたが、特段の異常もなく、前回の80ミリサイズラジエーターと同様に低圧を維持できました。流量計も故障なく気密性を維持し、水の循環を流量として検出、測定できています。リザーブタンクも大きくなったので水位が十分に確保でき、ポンプでのエアカミを防止、かはできたかわかりません。内部が見えないポンプに変えたので判断できないということもあるんですが、その強化したポンプでキャビテーションが発生し、それ原因でエアカミっぽくなっていました。水自体は送り出せているので冷媒循環としては問題ないんですが、ポンプの動作中結構な大きさの音がします。おおむねのところ良好な改良、というか多圧変更だったのですが、ポンプから生じる音が何らかの故障につながらないか不安、という結果でした。それでも一応奥に上った配管ですし、ということで今回もこのまま動作確認を行っています。今回も冷媒循環の強さ、流量を調整するボールバルブを取り付けており、そのバルブの開き度合いは全開にして最初の動作確認を行っています。パート42の動作確認でバルブ全開だと冷却性能が良かったため、今回もこの状態を採用しています。で、動作確認としてベンチマークを行い、パート42と同じ定格動作と、今回はオーバークロック動作でも見ました。
この動画シリーズでは頻繁にやっているタイプの動作確認方法です。結果は良好でした。ラジエーター大型化やポンプ強化のおかげか、パート42時よりも良い冷却性能に。というか市販の空冷 CTU クーラー無限5とほぼ同等の冷却性能になりました。今回実施した CPU の動作設定、元い消費電力や発熱量の範囲では、低圧水冷の冷却性能は市販品と遜色ないようです。まあ実物の動作を見ると、パート42同様に冷媒循環だけで水枕を冷やしきれているのか。水は沸騰しなかったのでパッと見普通の水冷と変わりません。相変わらず低圧水冷らしさに欠けます。今回得た冷却性能の結果も、沸騰という総変化熱伝達を使える低圧水冷特有というよりは、おそらく一般的な水冷の能力なんでしょう。冷媒循環が十分な現在の低圧水冷で沸騰が生じて、低圧水冷特有の結果を見られるのは、もしかすると今回よりも高負荷高発熱な動作で、冷媒循環だけでは冷却不足になるような、そんな状況下の場合なのかもしれません。まあこの点はいずれ確認したいと思うので、今回はここまでです。検証として実施した沸騰の有効性の確認もこの配管で行っています。先ほどは全開だったボールバルブを閉じていき、半分くらい開いた状態にしました。これで冷媒の循環が抑えられるので、先ほどは冷媒循環だけで十分だった冷却が弱まり、定格動作のベンチマーク時に水枕内で水が沸騰し始めます。この時の配管内の圧力は真空計によるとマイナス 97kPa くらいなので、水の沸点は 27°C ほどです。この動作確認の後、配管内に空気を入れるというか戻して、圧力をマイナス 90kPa 沸点 48°C くらいの条件と、マイナス 50kPa 82°C くらい、0kPa、大気圧下沸点 100°C の条件、計4条件で動作確認を行いました。結果としては CPU 温度や冷却性能には大きな違いが見られませんでした。悪くなったとも、良くなったとも言えない結果です。現状のところは低圧水冷における沸騰は、よく言えば冷却の邪魔をしていない。悪く言えば冷却には何の働きもしていない、ということでしょうか。まあこの低圧水冷における、この配管や冷媒循環における沸騰での結果かもしれませんが、正直悩ましい結果です。ここについては低圧水冷の改良というより、今後の改造で動作が変わっていくことに期待したいと思います。お試しとして行った洗剤水の導入では動作が大きく変わりました。ポンプを動かすとリザーブタンク内に泡が満たされていき、ポンプで送り出された水も泡を含んで白くなった状態で循環し始めました。最終的には泡まみれのまま水がラジエーターまで到達したようで、リザーブタンク内で泡が回るような、配管内が泡だらけです。やっぱりポンプと洗剤水の相性は悪かったかな、と思いましたが、一方で普通の水を使った時には聞こえていたポンプからの音はなくなっていました。この時も先ほどと同じ低圧状態でしたが洗剤水のおかげでしょうか。ベンチマーク時の水枕では相変わらず沸騰していないような、しているような、一部で変なちらつきが見られます。水冷にとってはありえない泡だらけの水、冷媒ですが、この細かな泡が沸騰、総変化の起点となっている、そう感じさせる動きでした。ベンチマークの結果は良好のままでした。水を使っていた時と数度 C、数パーセントの違いです。意外な結果とも思えましたが、泡だらけの水でも冷やせる水冷のポテンシャルがそれだけ高いと言えるのか、それともやっと総変化の恩恵を受けれた結果、というのは希望的すぎますか。どちらにせよ不思議な結果です。これもいずれ行う動作確認で見ていくとしましょう。今回実施した改良などの概要は以上です。全体的に良かったというか、まだ続けて見ていこうと思える結果でした。逆にまだ確認が必要というか、明確にこうと分かったことが少ない動作確認となりましたが、NG と確定したわけではないなら、まだいいかなぁと思う今回でした。ではそんな今回の改良などについて、ここから詳細をお話しします。今回改良として行ったパーツ変更はラジエーター、リザーブタンク、ポンプ、流量計とあったわけですが、そのうちのポンプについて、変更した理由をもう少しお話ししたいと思います。まあラジエーターとリザーブタンクについてはパート42時点で計画していましたし、流量計は使えるなら見ておきたいな、くらいの理由しかありません。
一方のポンプはパート42時点で特に触れていなかったように、当初変更するつもりはありませんでした。ですが沸騰の有効性を判断するにはより高負荷高発熱な動作を今後やるのだろうとパート42で感じ、じゃあ高発熱に対応をするためにポンプも強化しちゃうかって考えた次第です。パート41時点で真空配管でもポンプは案外大丈夫そうと分かったことですし、安価だった以前のポンプから高性能だけど高価なこのポンプにするハードルは低く感じました。結果的に問題なく配管は低圧を維持でき、キャビテーションの成果は分かりませんが4を出しながらも水を送り出せたので、今回最後まで動作確認を終えることができました。ですがあの4が出ている以上、憂いなく動かし続けるとはいきません。というか冷媒循環のみで冷却がこと足りているから沸騰しない、沸騰しないから冷却の有効性が判断できない。そんな状況でなぜ冷媒循環を強めるようなポンプ強化を行ったのか。前のポンプに戻すべきなのかな、という考えが近頃ちらついています。まあ低圧水冷の次の動作確認はちょっと先なので、それまでに考えておきます。ちなみにあの4を出しながらもポンプからは毎分 2.2 リットルの冷媒が送り出せていました。ボールバルブ全開なので流量最大の状態です。このパーツ構成で流量を計測したのはこれが初めてなので良し悪しの判断はできませんが、ポンプでおそらく異常、4が起きている中でも冷媒が送り出せていたことは意外でした。じゃあ4を出している何かがなかったら、さらに冷媒循環は強く流量は大きかったかも、と思いましたが、これまた意外に違っていました。この後に行った沸騰の有効性検証で、マイナス 97kPa からマイナス 90kPa に圧力を上げていく中、あの騒がしい4はほとんど聞こえなくなっていきました。こんな感じです。当然ながら 0kPa など他の圧力下も静かなままでした。そんな大気圧下でボールバルブ全開、マイナス 97kPa 下で毎分 2.2 リットルを計測した時と同じ状態にしたところ、ここでも流量は毎分 2.2 リットルです。ベンチマークの結果もほぼ同じでした。これらの数値だけで考えるのも気が引けますが、あの4は冷媒循環に影響していないのかもしれません。検証として実施した沸騰の有効性確認では、沸騰を生じさせるためにわざとボールバルブを閉じていき、冷媒循環を弱めた上で動作確認を行いました。その時の流量は、なんとこの流量計では検出できないレベルです。まあリザーブタンクに戻ってくる流れを見ると循環自体は残っているようなのですが、確かにちょろちょろというか、ギリギリ保てているくらいの流れです。このくらいの循環でやっと沸騰し始めるようなので、よっぽど水の循環による冷却、水冷の恩恵が大きかったのか、それともよっぽど沸騰が発生しにくい状況なのかと思えます。いずれにしてもこのような状況にしないと沸騰は起きませんでした。この点も結構気になる部分です。低圧水冷なのだから沸騰するみたいな特徴的な動作をしてほしいと思うのですが、沸騰するために冷媒循環をあそこまで弱めて、結果的な冷却性能も落としていては元も子もありません。それならということで先ほどのようにバルブを全開にして冷媒循環を十分にした場合は、高負荷高発熱時にもしかすると沸騰し始めるかもとも話しましたが、どのくらいの発熱量から沸騰し出すのかさっぱり見当がつきません。いや、今回定格動作の発熱量に対して検出できないレベルの冷媒循環でやっと沸騰したというなら、毎分 2.2 リットル出ていたあの冷媒循環が沸騰するまで追い込まれる発熱量は相当高いのでは。概要ではいずれ高負荷高発熱の動作確認で沸騰が起きるかどうか見ると話しましたが、沸騰してくれるのかなぁ、と不安を覚えます。というか同じく前述の通り沸騰したとしても冷却的に効果があるかわからない現状は、ぶっちゃけ期待が持てません。まあ低圧水冷には深入りするつもりもないので、これ以降はいずれの動作確認で判断するとしましょう。そんなポンプ強化によって生じた4や、沸騰が起きる状況の特殊性、沸騰自体の冷却的な意義など、気にかかることばかりな今回の動作確認でしたが、唯一期待できる動作をしてくれたのが洗剤水でした。そういえば洗剤水の使用について今回話していませんでしたね。以前自作 CPU クーラーの改良に使ったものと同じ濃度で精製水に食器用洗剤を混ぜた液体です。
この濃度にした理由は特になくて、キリがいいとか覚えやすかったくらいのものなのですが、そんな適当配合でも見た目の変化は劇的でした。ポンプを動かす前は半透明だった冷媒が、循環を始めると白く濁ります。何かの CM で見たような細かな泡が水の中で作られ、消えないまま循環し続けてます。水冷的に考えると論外な、泡まみれの循環状態です。ボールバルブ全開でも泡の影響か流量は毎分 1.8 リットルと低下していたので、やっぱり洗剤水とポンプは相性最悪かと思いました。ですがその一方であのキャビテーションが原因と思われるイオンがなくなっていました。音が出るような異常が多少軽減してくれていたのなら、ポンプへの負荷も減ってくれているかもしれません。この点については少し安心できる動きです。あと沸騰かもしれないちらつきを見ることができました。全体的というよりは水枕終盤の方で、液中で気泡が成長しているようにも見える、不思議な動きです。あの細かな泡が総変化の起点になってくれたのでしょうかね。目立った沸騰ではありませんが低圧水冷らしさが見られる、個人的には好きな動作です。まあ最大の問題でもある、沸騰したとしても冷却的な効果を今のところ確認できない、が残っていますが、相変わらず冷却性能的には沸騰の有無が影響していないですからね。結局、いずれの高負荷高発熱の動作確認で何かしらの変化があることに期待するだけで、これ以上の改良を計画していない低圧水冷では、考えないことにします。これ以降の構造的な改造は考えているものの、低圧水冷とは区切ってやっていくつもりですし、低圧水冷としては高負荷高発熱の動作をやってみればはっきりする話です。とりあえず作って動かして、そこで改めて考えようと思います。今回の紹介は以上です。次回からは低圧水冷の改造版にも当たる、新しい冷却システムの製作を開始します。構造を結構変える予定なので、動作も大きく変わってくれることを期待するところです。パート41で、低圧水冷は製作予定上のパターン4の前哨戦とかなんとか言いましたが、次回からがほぼ本番です。まあその後にももう一段改造が残っているもののわずかな変化なので、次回、新しい冷却システムについて紹介しつつ、以降の改造についても紹介できればと思います。予定だけを話すならこんなところですが、順調に制作ができたら、という前提がありますか。ひとまずうまく動いてくれることを今は願っておくとしましょう。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。